弥生科学プレゼンツ教えて壁紙のこと。この番組はインテリア用接着剤の総合メーカー弥生科学の提供でお送りします。こんにちは、安田美佐子です。さあ今回はいただいた壁紙にまつわるメールをご紹介していきます。茨城県龍ケ崎市にお住まいのラジオネームクリアツさんからです。私事なのですが、ずっと気になっていた建て売りを念願のマイホームとして購入しました。数あるオプションの一つが壁紙変更というもので、番組の影響もあって追加しました。嬉しいですね。耐久性があると歌っていた壁紙はキッチンに、リビングは夢だったアクセントクロスを貼っていただきました。休日に家にいる、これが今はなんと幸せなことかと感じています。友人夫婦も来年マイホームを購入予定らしく、我が家の壁紙の写真をたくさん撮っていたことが何とも誇らしく、毎日が幸せです。いや嬉しいですね。番組を聞いてくださっていて、興味をそそられて壁紙変更をオプションに加えた。いやありがたいです。耐久性のあるものがキッチンですよね。そしてアクセントクロスをリビングに貼った。何色だろう、聞きたい、気になりますね。写真もぜひぜひ送ってください。いや最高の選択だと思います。そしてこの毎日が幸せですって言えます？言える？いやたまには幸せですよ。毎日って言えるってやっぱり壁紙のおかげかもしれないですね。羨ましいです。ラジオネームクリアツさんは女性ということですけども、ご主人と相談したんですかね、それとも独断なのかな。私は独断できたいですけどもいや仲いいですよ、仲はいいんですけど、やっぱ自分のなんか海外っぽい雰囲気にも今すごいしたくて、雑貨から何から全部海外のものを輸入して、壁紙もそういう海外のニュアンス出していきたいななんて思ってるから、とっても羨ましいですね。そしてお友達も真似をしようとしてくださってるということで、壁紙の輪が広がっているのを感じてありがたいなと思います。お次は埼玉県朝霞市にお住まいの愛子さんからです。安田さんこんにちは。こんにちは。私の家は今年で築16年になります。普段あまり気にならないようなところも、年数が経てば劣化して目につくもので、キッチンやトイレを掃除するにもやる気が出なかったのですが、今回ちょっとしたボーナスでトイレの改装をすることになりました。便器自体も業者の方が大体タンクは10年での交換とおっしゃっていたので、いっそのことフル改装をしました。節水便器にして床も張り替え、壁紙も新しく張り替えました。狭い空間なので少しでもストレスにならない空間にするため、アドバイス通り壁紙を明るいグリーン草木柄に張り替えてもらい、この番組でも前にお話ししていた消臭タイプの種類にしてもらいました。気になる独特な匂いもなくなり、掃除も快適、トイレも快適、気持ちのいい空間が生まれて、次はどこを張り替えようかと検討中です。羨ましいですね。トイレをフル改装して壁紙も一新したんですね。そして草木柄、明るいグリーン、いやいいですね。そして消臭タイプということで、やっぱトイレってすごい狭い個室のような感じじゃないですか。もう私なんか子供とギャーってこう言い合いになった時に逃げ込む場所なんですけどもちょっとこうクールダウンする、リラックスするって意味では、そういう自然のね草木柄とかもすごくいいですね。何色にするかな、自分だったら。赤とかだと絶対情熱的になって余計カッカしちゃうと思うんですよ。だからこうブルー系で気持ちを落ち着かせてクールダウンするみたいな感じがいいですね。またはすごいなんか海外の全然違う国の写真の壁紙にして、子供とすごい距離今開けてるっていうのをこう実感して切り替えて、また家族と過ごすとかね。忙しくてどこも行けないけど、トイレに行ったらどっかにワープできるみたいな、そんな部屋もありですね。
ということで、壁紙張り替えの輪が広がっているようです。我が家自慢の壁紙があったらぜひ教えてくださいね。この番組は TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルでも聞きいただけます。放送の音声とともにスタジオやロケの様子も見れちゃいます。ぜひチェックしてください。では最後に壁紙ワンポイントメモ。悩んで控えめな薄い色を選ぶとアクセントにならない可能性が高い。確かに今回ご紹介したメールにもですね、アクセントクロスを貼ったよというものがあった中、アクセントにするなら思い切って濃いめにするのが吉といったところでしょうか。弥生科学プレゼンツ、教えて壁紙のこと。この番組はインテリア用接着剤の総合メーカー弥生科学の提供でお送りしました。